何も見えない。ここからじゃ。ここは登れるの？お腹すいた。お腹すいた。わかった。いただきます。はん。うん。おいしいし、もうかもうか、うん、わかった。もうかもうか。かってる。もくもくもく。はあ。ごちそうさま。上総がした方がいいって言ってた。うん。うん、ありがとう。うん、わかった。お皿割れた。足が滑って手も滑った。そう、うん。ほうきあった。うん。怒らないの？もう分かった。ご苦労様でちゅ。コーヒーでもお持ちしまちゅか？はい。あら、その絆創膏どうしたんでちゅか？割れたお皿で切りましたね。それを割ったのは鈴木ちゃんでちゅね。ただの推測でちゅよ。東大から帰ってくる所長と鈴木ちゃんを見たのと、その後で食堂でお皿の割れる音を聞きました。その前は絆創膏はついてなかったはずでちゅから、今言ったような可能性が高かったでちゅので、釜をかけただけでちゅ。超能力でも使ったと思いまちた？コーヒーをお持ちしまちゅね。お待たせしました。リニアちゃんほどではないでちゅが、リニアちゃん元気になってよかったでちゅね。裏を勘ぐってしまうのは所長の悪い癖でちゅね。仕方ないのでちょうけど、おやすみなちゃいまちぇ。おはようございまちゅ、所長。これでちゅ。表記通り犬でちゅ。犬が1頭送られてきました。一緒に送られてきた書類によりまちと、本社の方で軍用犬の開発の話が上がっているとのことで、試験的に訓練してくれとのことでちゅ。はい、そう言ったのでちゅが。メイドの訓練をしているのだから大丈夫だと押し切られてしまいました。申し訳ございまちぇ。他はありまちぇん。犬。犬。名前は犬。そう。いた。ひねる。はあ。井上先生。井上先生。何それ。死んでもやだ。そんなことないよ。私みたいなレディーは犬なんか触らないのよ。うわあ、いいってお構いなく。いや、ほんと私はいいから。高弘、犬がおああ、大丈夫大丈夫、戻ってくる。高弘のところに。逃げる。